自分の誕生日に優勝決めれるとか最高やねん。うわーって立ち上がるけど、取られた瞬間もううわーみたいな、ここで決めきれんとかさ、どんだけ俺持ってねえのみたいな。こんにちは、上田剛です。2015年、はい、クルトが優勝を決めた日の1日の過ごし方。2015年10月2日、俺の誕生日。その日1日、上田さんがどういうことを感じて、どういう過ごし方をしたのかなっていうのをちょっとお聞きしてくれですね。まずリーグの順位、ゲーム差はどういう状況でした？いや、まあヤクルトマジック1だからね。で2位がジャイアンツで、そもそもジャイアンツと2戦やって1個目負けて2個目に勝ってマジック3がついたのね。次の日、中日、ヤクルト、俺ら、ジャイアンツが甲子園でタイガースと阪神ってやった時に、俺たちが中日に勝ちました。そしたらジャイアンツが負けたのよ。マジック一気に2個減ったので1になったわけ。9月の29かな、マジック1で広島カープ、うちが神宮で、ヤクルトは優勝したらビールかけを球場の中でやると決めてたから、はい、であと神宮の試合が2試合しかなかったわけ。このカープと10月2日の阪神タイガースの試合しかなかったわけ。決めたくてカープ戦で、神宮も超満員よ、ものすごい応援やったよ。で負けてしまったね。しかも最後のバッター俺で、ゲッツーで激鎮、みんなもう3万か4万人か分からんけど、もうチーンなって、やってもうたみたいな。次の日が10月1日に阪神戦だったんだけど、雨で流れたのよ1試合で。10月2日になったわけ。俺持ってるやんと思って、自分の誕生日に優勝決めれるとか最高やでと思いながら、10月1日の夜、母親も父親も興奮状態ですよ。2人は、まあ、俺にプレッシャーかけんように電話も何もしてこんかったわけで、俺もなんか電話する余裕もなくてさ。でも俺はもう普段通りやろうと思って、多分俺誰かとご飯食べに行ったんだよな。もう普通にご飯食べに行って、もう普通に明日に備えようみたいな感じで。でもやっぱ寝れないよね。その時ね、阪神の先発が岩田さんだったんだけど、岩田さんの映像ずっと見ててさ、家でさ、どうしようかな、どうしようかなとか、ね、いろいろ考えながら、まあ、結果寝たけども、言ってももう3時とか4時とかじゃないかな。ほんと寝れなくて、もう明日のことでいっぱいで。でも頭の片隅にはやっぱりね、優勝してるこうシーンとか、なんかなんとなくこう思い浮かべるわけ。朝を迎えました。もう朝からちょっと緊張してんねん。球場着いたらさ、ファンの人たち朝なのにもうおるわけよ、球場に。11時とか12時ぐらいからもういるわけ、人は。頼むぞみたいな。それで緊張してしまうやん。普通にアップから始まりで、やっぱ優勝かかってるからさ、練習からさ、記者も数も多いしさ、みんなやっぱ気持ち入ってるしさ、球場の周りも人だかりがすごかったから、ものすごい人やったから、まあそんな中練習しながら緊張感もどんどん高まってきながら、試合前のミーティング室で、まあ今楽天の2軍監督のミキさんがヘッドコーチだったんだけど、まあ、自分たちをもう信じようと、絶対大丈夫やつって、ここまで一生懸命みんな頑張ってきて、こう最後俺らにくれたご褒美やみたいな感じで、絶対優勝できるみたいな感じで、みんなでさ気合入ってさ、球場バッて入った時にさ、もうすごいわけよ、歓声とかが。もうガーンってなんか鳥肌立ったよね、あの時ね。自分の名前がスタメンでポンって出た時とかの歓声とかもすごかったし、もうほんと痺れる試合やったんだけど、同点で延長入ってさ、2アウトランナー3塁でバッター俺だったの。俺打ったらさよなら、誕生日、これ神様が俺にくれた絶好のチャンスやと、もうありがとうございますと、神様。しかもさ、打席入る前にさ、中村雄平が、剛さん今日誕生日っすよと、最高のお膳立てしてますよと、絶対これ打てるじゃないですかみたいな、はい、もう決めちゃってくださいみたいなこと言ってきたわけ、ムーチョが俺に。プレッシャーかけんなよこいつ思いながらでもうドキドキしてるわけよ。打席に入った時にさらにボルテージが上がってるわけ、球場の。もう地鳴りみたいな、もうブラーって、ね、なるような、すっごい応援だったから、上だ上だっていうのがもうブワーって一瞬 BTS みたいになったような気分だね。キャーじゃないけども、うん、スーパーヒーローになった気分だよね、一瞬だけな。あの時ね、俺打席入る前にレフトマートンだったんだけど、阪神のレフトいきなり変えたの、マートンから伊藤隼太から変えたの。なんで変えたんだろうと思いながら、でまあ俺が過ぎたら、まさかの伊藤隼太のところにカーンって打ち行っちゃったのよ。結構いい値だったんだけど、取られて、俺もう打った瞬間抜けたと思ってからさ、来たーと思ったけどさ、普通にパンって取られてさ、さよならならず。もうみんな打った瞬間うわーって立ち上がるけど、取られた瞬間もううわーみたいな、最悪みたいな。マートンでも取ってるよあれはここで決めきれんとかさ、どんだけ俺持ってねえのみたいな。まあでも結果次の回にね、雄平さんが決めてね、優勝したんだけども、優勝決まった時に感動して、俺もなんかこう自然と俺も涙が出てきてさ、勝って泣くことなんか今までなかったから、嬉し泣きとかないから、初めて嬉し泣きした。嬉しかった、かなり。もうそっからもうウキウキよ、ビールかけよ。まずその日の朝に俺ドンキ行ってるから、仕込んでるから、ビールかけ用のいろんなグッズを。ほんでどれ使おうかなみたいなあの時はもう優勝もしてるしさ、みんなもうウキウキやしさ、何でもありみたいな感じだった。
ビールかけでこう球場に入った時にお客さんがさ全員残ってるから、モルカコーチの温度でビールかけが始まりました。人生初のビールかけ、最高に楽しかったです。でその後12時前ぐらいから祝勝会あったんちゃうかな。ビールかけだって祝勝会も別にある。あったあった。監督とかにもかけに行ったりするんですか。監督だってビールかけの前にみんな俺にビールかけてくれって言ってたもん。真中監督、うん、真中さん言ってたもん。もう最高だねあれは。終わって祝勝会もみんなでわーっと盛り上がって、でも次の日試合だったのよ広島で移動で、うん、寝ずに行ったけどね。あの日の行動はなんとなく覚えてる。やっぱりこう印象に残った一日だからさ、非常に楽しい思い出だったね。やっぱ優勝ってやっぱすごくいいよね。今ヤクルト首位走ってるけども、まあここまで来たら優勝してほしいな。今阪神と巨人とヤクルト3チームでさ優勝争いしてるからさ、なんとかヤクルトには優勝してもらいたいよね。俺もちょくちょく神宮行って試合見たりするけど、ベンチの雰囲気とかもすごくいいし、まあなんかこう上から見てて羨ましいなと思うしね。なかなかこう優勝という経験って誰もができるわけじゃないから、まして青木さんとかはねまだ日本で優勝してないから。でも青木さんはヤクルトを優勝させるためにヤクルトに帰ってきたっていうのを言ってるし、まさに今ねそういう風になりそうだからさ、俺は優勝してもらいたいなっていう気持ちがあります。というか多分優勝します。その時は俺一人でビールかけするわ、永遠に一人でこうやって。2015年10月2日のヤクルトの優勝以来の、今年ヤクルトが優勝今しそうな勢いなのでね、皆さん今限りの拍手で応援しましょう。なかなか声出せないからね今の時代。ファンの皆さんの願いと熱い気持ちを拍手に込めて、しっかりと選手たちに声援を送って、まあ、僕もテレビの前からあるいは球場の中でもしっかり応援して優勝できるようにアシストしたいなと思いますんで、なんとかヤクルト優勝できるように、皆さん応援しましょう。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。